こんばんは。タクシーじゃないよ。いや、ベッドの上でございます。こんばんは。飴食べてる。のど飴。泣いてないよ。全く泣いてないよ。ちょっと待って、これ今さ、カメラどっちがどっちなんだろう。ちょっと待ってよ。これなら見えるだろう。もう眠たいせいしてます。マスク取らないよ。自宅です。自宅のベッドでございます。寝室は見せません。顔近いの、ごめん。俺今もうさ、コンタクトしてないから全く見えない。いつもマスクして寝てないけど、なんか最近乾燥がすごくて、だからボーボー鳴ってるでしょ。加湿器つけてんだけど。目がちっちゃくなるの、この眼鏡。加湿器はどこのか教えないけど、この加湿器めっちゃいい。お風呂入りましたよ。明日早いんだよ。寝ます。なんで始めたのか分からない。何で始めたかわからないけど、なんかやろうっていう気になった。明日は6時出発ぐらいかな。目が赤い。そうだよね。何時まです。すっぴんですかって。何すっぴん。すっぴんじゃない、メイクしてる。
目覚ましなしで起きれますか？うん。目覚まししてるよ。プラスマネージャーさんに電話してもらってる朝。モーニングコール。風じゃない。なんだろう。角度かな。全然平気だよ。そう、ベッド。メイク落としてるよ。これ化粧水ね、多分。最近は何してますか？ん？最近？言っていいのかな？ダメかもしれないから知らないふりして。もう朝ドラの撮影してるよ。舞台がこの間台湾で終わって日本帰ってきてすぐ撮影してます。飴だよ、飴舐めてる。そうだね、今年子孫に会える機会は。イベント SSJ だけどもチケットもないね、ほぼ。あ、でも近々お知らせするわ。毛玉ぐらいあるでしょ、人間だから。もう目が赤いのはいいの。今日もね、5時何分に起きて撮影してたの、さっきまで。で、セリフ覚えて帰ってきて、車の中で。で、風呂入って、寝る、みたいな感じの。最近悩みありますか？いや、ほんとそれこそ悩んでたことがずっとね、最近じゃなくてもう 2,3 年悩んでたことがあったんだけど、まあ悩んでるっていうか、まあ考えてたことがあったんだけど、ようやくいろんなことに諦めがつきそうで先へ進めそうって最近思ってる。疲れてない。全然。疲れてるけど。どっちやねん。大丈夫だよ。全然元気だよ。コーチ来てないんだよ。コーチはまだ来てないの、コーチ。恋愛じゃない。恋愛とか悩まないタイプ。いや、諦めって大事だなと思った。なんかさ、諦めきれないことってあるじゃん、いろんなことに期待して。でもそれをずっとこう引きずってるぐらいだったら、もう結局引きずってたんだけどね、 2,3 年。いや、だから恋愛じゃないって。だけどそろそろ諦めがつくから前に進める。なんか俺やっぱりなんだろう、どちらかというと、なんか、ゼロから頑張るのが好きなタイプだから、ゼロから頑張るって言ったら言い方あれだけど、なんか逆境に立った方が頑張ろうって思えるタイプなんだよね。なんか、ありがたいけど、こう、いろんな環境が整っている中でより、なんかゼロから頑張る方が、頑張れるから、諦めるのも、いいかなって思った。まあいろいろね、ここ 1,2 年は考えが変わったりすることが多いから、詳しくは SSJ で話すよ。
何主人公スタイルって、前髪の話？5歳児みたいって。コード気になっちゃうって何？あ、これ、ごめんごめん。無理はしてないよ。もう無理すんのやめたもん俺。無理はしてない。涙袋見たい。SSJ は大まかに言うと何をするんですか？言えない。もうただみんな来るじゃん。で俺が舞台上に出てくるじゃん。無言。1時間。でさよならバイバイ。ね。来たことある人は知ってるよね。シソン君とシソン君がシソン君、あ、もう終わっちゃった。涙袋に住みたいです。それでもいいって言ってる人いる。優しいね。クマやばくて目の下に針パッチ貼ってる。貼ってないよ。マスク取ってとかうるさいね。うるさい、うるさいよ、君。君、うるさい。もう撮りません。眠そう。まあ眠いは眠い。寝ようとしてるから。寝ようとしてたから。会ってみたいって。ミクシーか。何バブイって。27歳だからバブくねえや。大人だよ。前髪あるとかわいい。俺が言ったことわざわざコメントで書かなくていいんだよ。お風呂は入ったら。人生一回でもいいからコメント読まれたい。冷えピタみたいなマスクだね。夜に口笛吹いたらダメ。ハブエでーす。残念賞。いつかね、全力で頑張って応援できるように。ん？ニキビができないように気をつけていることは何ですか？ないです。何も気をつけてないです。できたらどうもあれです。もう寝なよっていうのやめてください。寝るときは勝手に寝るんで。 SSJ 外れたけどどうしたらまだですか？まだチャンスはあります。諦めないで。27歳に見えません。いや、あったら見えるよ。27歳に今こう顔しか映ってないからさ。そんな風邪ひいてる？アレルギー？なんか鼻詰まってる。片方だけ。
身長なんぼあったらわかるよ。なんでマスクな、寝るときマスクつけてもええやろ。なんでダメな、逆にな。ヤギはパーカーじゃないです。ベッドのサイズは、ベッドのサイズ聞いてんだよ。ベッドのサイズは聞くなよ。勉強する気になるような言葉ください。勉強しないでください。暖房つけて寝ないです。あのさ、なんかさ、羽毛の布団があるの。めっちゃいい羽毛のさ布団だからさ、もうこれタオルケット、ブランケットとか何もいらないのよ。これ枕じゃない、クッション。一緒に寝てる感で、どうしても私と付き合ってほしいんですか。いえ、ウニク美味しいよね。何それ。ウニク？ウモンって言っちゃったね。言ってないよ。ウモって言ってたよ。ウモンって言ってないよ。ベッドのサイズ聞くなよ。今日何食べた？言えない。東京に行ったら何食べたらいいですか？え、ね、大阪行ったらたこ焼き食うとかあるじゃん。東京行ったら何食うの？何？東京名物なんてある？ね、東京って名物ある？ね、もんじゃ焼きって東京なの？あの、鼻詰まってんの大丈夫とか、眠そう大丈夫とか、目赤い大丈夫っていうのはもういらない。もうそのコメントいらない。ありがとう。もういらない。東京バナナってお土産でしょ？雷おろしってなんだよ。知らんよ、俺東京出身だけど。おー、志尊淳さんだ。そうだよ。志尊淳さんです。ないじゃん、やっぱり。機嫌悪くないよ。江戸前寿司ね。何この流れでマントヒヒって呼んでほしいですって。意味わからないんですけど、どうしたんですか。ベッドのサイズとか家のサイズとか聞くなよ。もういいんだって、少年とかさ、赤ちゃんとか、ヘアオイル何使ってんのとかもいいのよ。言わないのよ、そう簡単に。いろいろあんのよ。ほら、加湿器がついたじゃん。乾燥してきたって言って。
何のサイズなら聞いていいですか。子孫くんの全部が知りたいのです、私たちは。言わないから俺。結構友達もどこ住んでるか知らないよ。言わんもん。子孫淳です。何も教えてくれない。教えられるもんないね、残念ながら。じゃあ口頭で説明してあげるよ、寝室を。まずここがベッドね。でここになんかサイドボードとこれライト、サイドボードの大きさは1メーターないぐらいかな。でこっち側にも同じサイドボードとライトがある。でこっち側はカーテンがあって、でもうここにアクオスのテレビ、これは何インチなんだろう、60インチぐらいのテレビがあって、そっちにこのサイドテーブルと同じブランドの倍、3倍ぐらいのサイドボードがある。そこには何が置いてある、キャンドルとかアクセサリーとか時計とか。でそこに扉がなんかあるか言わない。サイドボードになりたい。真似していいよ、できるもんならしてみな。右耳ピアスの穴2個ブブー。右耳に耳ニキビ、どこ右耳、これ1個です。1個はほくろです。これほくろ。何？ユリアンさん、シソンくんのライブの真似してます。え？ユリアンって？ユリアンレトリーバー？ユリアン、ユリアン元気かな？え？どういうこと？
ユリア。ユリアいんの？何？俺も全然さ、コメントがさ、わかんないんだけど。コメントが出てこない。どうすんのか分かんない。どうやってやんの。ちょっと待って、ユリアンってどうやって探すの。ユーユリアン、お久しぶりです。お久しぶりです。なんかコメント欄で、はい、みんながユリアンが子孫のモノマネしてるって言ってたんですけど、たまたまですか？いや、私たち背中合わせで今喋ってるじゃないですか、それぞれが。あれ、そうでしたっけ？はい、それぞれで。え、大福くれ、そっち。静かにしてよ。こっち声入るからちょっとやめてください。もうキーンってなってるから、ユリアン、ちょっとやめて。てかユリアン、ユリアンさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？元気ですけど、ユリアンさん、お怪我はニュースで拝見しました。全然大丈夫。本当に？はい、全然大丈夫です。すいません、ご心配おかけしまして。ご、あの、いや、すごすごい心配しました。いえいえ、すいません。いえ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 い。いえい。ひさんさんは、お元気ですか？お久しぶりで。元気ですよ、ぼちぼち。元気にやらせてもらってます。嬉しいです。今、勝手にインスタライブ拝見してて、はい。いつもひさんさんとお会いするとき、お仕事で。お会いするとき、はい、めっちゃ優しい、なんか、あ、いいですよ、いいですよ、みたいなイメージをずっと持ってて、なんか、はい、今、インスタライブ見たら、めっちゃコメントに、なんか、キレてて、いいんですよ、そんな質問してこないでください、そ、怖すぎました。いや、そんなことないですよ。コメントにも優しくやってませんでした、僕。いや、いや、なんかもう、何なんですかみたいな、なんかもう、言ってこないでくださいみたいな感じで、え、そんな、いや、それがめっちゃ面白くて笑ってたんです。で、同じ体勢でわざわざ台所からマスク取りに行ったんですか？いや、マスクって台所に置いてるって決まってないんで、家におります。台所に置いたことないです。え、マスクって台所にあるもんなんじゃないですか？普通、うん、クローゼットですよね。いや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 、クローゼットにマスクを置いてる人見たことないですよ。いや、こちらは台所に置いてる、台所ってまな板と包丁だけですよ、置いてるの。ごめんなさい、僕キッチンの下に置いてたんですよ、マスク。それってハイターとかしか置かないですよね。いやいやいや、キッチンの下に鍋置くでしょうよ、ユリアンさん。いや、置かへんやろ。いや、置くやろ。置かへんでしょ。置く、お、ユリア、いい加減にしてください。相変わらず面白いですね。耳ついてる方逆なんですよね。私こっち耳ついてないと、その背中合わせになってないから。どういうこと、どういうこと、どういうこと。背中合わせの設定やったら、まずユリア、部屋の色の濃さが全然違います。電気の、でも電気の雰囲気は
一緒ですよね。一緒じゃないでしょ。全然。そっちはあの私で影になってるからちょっと暗くなってるだけで。ああ、そういうこと？はい。そういうことでした。はい。そうやんな、そっちちょっと明るめやもん。暗いからちょっとそっちの方が。いや。キーンってなりますから、だって一緒だったら。ゆりやん。え？今はそんなならへんようになってます。今、実はこれあの、それぞれの方から聞こえてるって思ってるかもしれないですけど、あの、私の方音声切ってて、そのシソンさんの方、マイクから。マスクしてるからね。わかんないですからね。はい、そうそう、わからない。え、ゆりやん、今お家ですか？いや、一緒の場所にいるんですか？いや、まだやってんの、ゆりやん、それ。あ、家です。お家？お仕事だったんですか、はい、今日は。いいえ。おやすみ？今日はもうずっと、あの、ずっとって言ったら嘘になってしまうんですけど。はい。基本的には家におりました。あ、そうですか。志尊さんは、はい、昨日の夜、家出て行ってからはもう、私の家出て行ってからはもう、私お仕事でしたよね。ね、言わないでって言ったじゃん、ゆりやん。ごめん、言っちゃって。ごめんなさい。いや、まだ後ろにいるの。さっきだって昨日の家、私の家出てって言ったじゃん、ゆりやん。設定がちょっともう曖昧で申し訳ありません。ちょっとすいません、1年ぶりぐらいじゃないですか。最後に会ったのは何でした？私の家に勝手に来て忘れ物取りに来た時が何忘れたんでしたっけ？僕ズボン忘れたじゃないですか。何そのさ、まっすぐ見たり後ろ見たり、ゆりやん。ズボン忘れて行ったじゃないですか。ズボン忘れてったんで、どうやって帰ったんですか、俺。なんかそれで、スースーするって思って気づいて、ああ、ズボン履いてなかったって言って取りに帰ってきてましたよね。そうだったね。そうでした、そうでした。あれが1年ぶりぐらいでしたね。あれが1年前か。あ、そうです、そうです。本当に GQ さんの時じゃなかったですか。ああ、そっかそっか。ユリアンがスピーチでふざけてた日か。巻き込みに巻き込んですいません。いえいえ、面白かったですよ。いや、嬉しかったです。光栄でした。なんか志尊さんはやっぱり素晴らしい方やっていうのを再認識しました。何その棒読みみたいな。勘弁してくださいよ。いえいえ、すいませんね。なんかこの自分のフォロワー増やすためになんか絡んできたみたいに、それまでなんですけど、そんなつもりはなくて。そんなことはっきり言う人いないですよ。いえ、すいません、そんなつもりなくてって嘘ついちゃったんですけど。そんなつもりあったんですか？フォロワー増やすために来たんですか？いやいや、すいません。それが全くないとは言えないですけど。ちょっとだけ、ちょっとだけ。だいぶあるんですけど。うん。でも、志尊さんと、志尊さんがライブされてるの、初めて見れたんですよ。うん。なんか嬉しくて。前も一緒にインスタライブしましたよね。あ、そうですよね。でも、あれ仕事でしたもんね。あれ仕事やったから、はい、いや、ですよね。あれ。もういないから。いや。すいません。でも嬉しいです。いや、でもゆりやんが本当すごい心配してて、体調とか体大丈夫かなって。いやいやいや、本当に嬉しいです。もう私たち連絡先も消したじゃないですか、お互いの連絡先。あれ以来。あ、そうですよね。だからちょっと私も志尊さん、お元気ですかとか、メリークリスマスとか送りたかったんですけど、ちょっと送ることができなくてすいません。
いやいや、俺も本当は送ろうとしてたんですよね、ユリアンに。あ、大丈夫。なんか、まあ、あの時はなんか俺からこう切っちゃったみたいになっちゃいましたけど、結構後悔してて。いや、もういいよ。え？正直。なんで？もう、うん、友達でいいの方が合ってたって私たち思います。いや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 、俺気づいたんだよ、離れてから、ユリアン。正直もう、遅いなって。好きな人できた？いや、なんでそんな言わなあかんの。いや、めっちゃ目泳いでたけど、ユリアン、好きな人できたん？いや、なんでそんな言わなあかんの。いやー、なんか今日ね、うん、朝からなんか朝めっちゃ寒くて顔めっちゃ赤くなってたんですよ、うん、朝なんかほてってるみたいになってて、はいはいはい、でなんか一日中なんか人と喋って照れてる人みたいやって、え、ずっと家で、家、ちょっとすいません、あのこんな話せんかったよかったって思うぐらい何も考えずに喋り出しちゃいました。でもいつもそうじゃないですか。いや、誰が見切り発車なんですか、毎回毎回。いつも見切り発車じゃないですか、仕事の現場でも。それは、うん、じゃあ見切り発車じゃなかったらよかったんですか。いや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 。そこがやっぱユリアの魅力じゃないですか。あお。いや、ちゃんとお返しに子孫さんの魅力をちゃんとお伝えしたいんですけど、なんか野暮なんで、はい、もう言わないようにします。いやいや、言ってくださいよ、そこは。野暮です。なんか野暮、はい、じゃあ最後に言ってください。はい、子孫さんの素晴らしいところは、パンツみたいなマスクのところです。パンツみたいな、パンツみたいなマスクのところです。やっぱ天才だわ。いや、よく、やめてください。やっぱユリアン天才です。やめてください、それ以上あれするのは。いや、本当に面白い、ユリア。いや、こっちのセリフです。こんなに面白い人、見たことないです。言い過ぎだな。絶対言い過ぎですよ、それは。これでも失礼するんですけど、はい、あんまりコメントに怒ったりとかそういうこと言わないでくださいねとか関係ないでしょ。怒ってないですよ。わかりました。じゃあちょっと、はい、ユリアンさんに注意されたんで、もっと優しく言いますね。こっちの方がまあまあどっちでも喜ばれてると思いますんで、好きな方、はい、すいません。じゃあユリアンはどっちが好きですか。え、私ですか。はい、私はもうむちゃくちゃ、なんでそんなことまで言われないといけないのって言われるぐらい、けなされる方がいいんですよ。幸せになられへんやつ、絶対。いやいや、いや、まあでも、いやいや、本当にユリアンさん、ちょっと笑顔見れてよかったです。マスクの下は笑ってないんですけどね。いや、絶対笑ってるでしょ。いや、こっちのセリフです。なんかすいません、急に計画とかそういう方針を無視してヤッホーとか言ってきちゃって。いやいや、全然大丈夫ですよ。いや、お友達じゃないですか。そうやな、そうやで。じゃあおげ、はい、うん、いや、どうぞ。ごめんなさい。ごめんなさい、大したことじゃないです。お元気で、これは電気ですとか言って言おうと思っただけ。電気がちょっと映らなかったんで、残っちゃって、まあ、映ってもなんですけど。本当に体に気をつけてくださいね。ありがとうございます。本当に楽しみにしてます。嬉しいです。はい、ありがとう。子孫さんも見てくださってる皆さんも、最後、コビ言ってすいません。お元気で。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。探しちゃってすいません。いいえ、こちらこそおやすみなさい。いや、さっき寝るで。おやすみ。おやすみ。先切って。
切ってからな。はい、はい、切ってからな、続きは。続きは。じゃあねー。じゃあねー。ごめんよ。おやすみなさい。またねー。おやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。バイバイ。失礼します。皆さんも。ああ、面白かったね。面白かった。いやー、めちゃめちゃいい人ですよ、ゆりやんさん。仕事で一緒になってますけど。うわ、こんないい人いるんだ、みたいな。でも、騙されちゃいけないところが一つあって、なんかゆりやんさんって、本当にいい人が過ぎるぐらいいい人なんですよ。例えば、なんか、じゃあ、今から収録始まりますっていう時に打ち合わせがあるんですよ。で、ディレクターさんが、まずですね、この1ページ目、1ページ目開いていただいて、この1行目、ここにゆりやんさん出番って書いてありますね。はい、ここで挨拶します。で、この後にこうしますとかっていう説明をしてくれるの。で、俺らも、あ、で、こう、要所要所で、あ、これってこうすればいいですかとか、これってこうすればいいですかって、こう、聞くんだけど、ゆりやんさんはずっと、はい。はい。16時から始まるってことですね。はい。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。はいって、もう、ワンセンテンスに一回はいを言うの。だから、なんか言われてる人はすごいこう、こんなに真剣に聞いてくれてるんだって思うじゃん。もう全部に、はい、わかりました。はい。はい。はい。なんとか、はい、はいって。で、終わった後に、あ、ごめんなさい、ゆりやんさん何時からでした？聞いてませんでした。だから皆さん気をつけてくださいね。それ何回かあったんで。あ、ごめんなさい、聞いてませんでした。やってるんで。面白い人ですよ。前ね、同じ CM をね、やっていてね。まあ、最近は会う機会がなくなっちゃったんだけど。元気そうでよかったです。だから皆さん、ゆりやんのインスタの、ゆりやんのインスタライブとか多分絶対面白いだろうから。キールズっていうね、キールズをやってた。みっちゃん、あ、みっちゃんも見てるの？黒いものがうようよって何？ベッドのサイズなんて教えないわ。この流れで。あ、そう、明日は月食って。今日、神木の龍之介がずっと言ってたよ。じゃあ、明日、月食だよねって。ユリアンに優しくしてって言われたから、やっぱ優しくしないと。怖くないやん。南城とかさ、もう、言うわけないだろう。ねえ、これさ、パンツみたいなマスク？そんなにパンツみたい。タンクトップ着てません。朝ドラ楽しいっすよ、めっちゃ。神木ともう毎日楽しく撮影してますよ。
明日惑星食もあるよって何？鼻詰まってんだよね、ずっと。室内用マスクとかあんの？わかんないけど、なんか、あの、保湿マスクみたいな。なんかうち乾燥してんだよね。加湿器つけてんだけど。ああ、そろそろ寝るとするか。こんなにするとは思わず。鼻詰まってる方を下にして寝ると楽になるよ。今そうしてんだよね。まあそんな感じでね、何が言いたいかっていうと、僕は、諦めることも大切だっていうことをここ最近学びましたということで、明日も朝早いので頑張りたいと思います。皆さんも夜なんで寝てください。あったかいタオルで鼻温めるとすっきりする。じゃあやってみようかな。行ってみようかな。あ、みっちゃんがおやすみーって。おやすみーだって。皆さん、みっちゃんからおやすみって言われてんだから、皆さん寝てくださいよ。じゃあ皆さん、おやすみなさい。いや、切らないよそんなさ。おやすみって言われたぐらいで切らないっしょ、そんな。子供じゃないんだからさ。いやさ、まあ、子供だったらさ、もうなんか寝る時間だよみたいな感じで寝てよみたいな感じになるけどさ、大人なんだから切らないって。いや、まだ23時51分でしょ。12時10分までやる。12時10分までやるって、12時10分まで。え？だから12時10分も。